リックスバファローズ対北海道日本ハムファイターズのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはバファローズの先発山岡が横浜スタジアムのマウンドに上がります。さあ西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやっています。打ちました、いい打球だ、伸びていく、どうだ。バッターは2番に入っている鈴木。バファローズ初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。打順は3番柳田。ヒットでランナーを一塁に置いています。これが1球目。打ちました。バッターボックスは4番ロペス。ファイターズダブルプレーでランナーなくなりました。見事なジャンピングキャッチです。さあこれからファイターズが守備につきます。バッターは坂本。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。打ちました。バッターは2番に入っている丸。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球持ってきました。ストライクです。今のはバッターよく見ましたよね。はい、ストレートわずかに外れてボール。いいコースに決まりましたね。はい、変化球が決まっています。ワンボールツーストライク。打った、高い打球、ライトが追いかける、追いかける、同点。インサイド決まっています。スピードボールを持っています。バッターよく見ました。これが3球目。インコース打ちました、いい当たり。ここは際どいところも当てていかないといけませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。スライダー外れます。振っていきましたが三振、ツーアウトになりました。バッターボックスには4番長嶋。ツーアウトランナーありません。インサイド弾き返した打球はセンターへ。2回表に入ります。ファイターズの攻撃。バッターボックスには指名打者の岡本。バファローズ同点で迎える最後です。初球打ち、打順は6番掛布。山岡、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、いい打球だ、ライトに強い打球。バッターは7番に入っている殿崎。ヒットでランナーを一塁に置いています。まずは見送り。そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。なるほど、そうですか。打ち上げました。打順は8番甲斐。バファローズ連打でランナーを増やしています。連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。ふわふわっと上がった、アウト。さあそして打席には源田が入ります。嫌なバッターに回ってきましたね。さあ2アウトながら得点圏にはランナーが残っています。この回で勝ち越されると厳しくなってきますから、なんとか引き続きしのぎたいですね。なるほど、そうですね。一塁線、ここはバッター球種を絞って甘いボールを待ってますね。はい、打った。2回の裏になります。バファローズの攻撃。バッターは5番山川。バファローズ同点で迎える。初球打った。バッターは DH 岡本。ヒットでランナーを一塁に置いています。ライトへ。バッターは7番に入っている城島。ワンアウトになっています。初
球は外。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。ファウルになります。変化球打った。いい当たり。サヨナラツーラン。劇的な一発。この人からサヨナラホームランが飛び出しました。ホームベース上でもみくちゃです。オリックスバファローズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。西さん、やはりホームランでのサヨナラは大いに盛り上がりますね。いや本当ですね、素晴らしい最後でした。いいバッティングでしたね。いや素晴らしいゲームでした。勝ったオリックスバファローズ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のファイターズですが、惜しくも敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。